はい、ちょっとね、うちの親父がね、田んぼでなんか田植え機がね、かかんなくなってしまったということなんで、これからね、エンジンをかけに行きます。バッテリーね、一応持ってきました、ブースター。じゃあ行ってみましょう。はい、ちょっとね、まずはシートをどかしてエンジンかけます。途中でかかんなくなったらしいんだよね。どうなんだろう、バッテリーとかだといいんだけどね、他のとこだと大変だね。早くしないとこれ苗が枯れちゃうからね、火で熱くなっていくから。これ今高いんだぞ、ね、この横についてるね、これカバーね、今外しました。その場で高いの。じゃあね、ちょっとね、ダメだね、全然つかないんで、スターターがなんかダメになってます。ここね、今開けたんで、これがおそらくに落としたままになってたと思うんだ。違うと思うな。はい、業者の人に来てもらって、あの見てもらったらね、なんかフライホイールとスターターのギアがね、噛んじゃってたらしい。まあ車ではちょっとあんま考えられないとこなんで、やっぱあの専門の人じゃないと分かんない、ね、ストップストップ、怒るよそれ。そっちは出しちゃうの。はい、最後はね、あのバックで入ってそこ植えて終わるみたいです。果たして入れるでしょうか。まっすぐ入んなきゃだめ。ストップストップ、早すぎんじゃん。で入ってあっちからやって終わり。ちょっと一回植えたところをね、ちょっと一回もったいないけど踏ん登ってきます。ああ。いいよ、そのままずっとバック。あそこがブンノマンだよね。ここが深いところです。やば、埋まるじゃん。深い田んぼになってしまっています。的には別に少しぐらい相手だっていいと思うんだけど、納得いかないらしいです。はい、じゃあこの田んぼファイナルだね。はい、最後下ろして行ってもらいましょう。足りるでしょうか。終わってます。これで終了です。田植え終了。まああと一個田んぼ残ってっけどね、そっちはまた今度ということにしましょう。あとでローダーで来た方がいいね。できれば泥を落としたいね、これ。はい、それでは終了です。また会いましょう。バイバイ。最後洗って終わります。大体だけ下にね
取ろうとしてきます。なんかポンプがあっといて水ジャーってやる。なんかあれあんだ、こうプシュプシュやって圧力かけて出すやつあんだ、シャワーみたいなの。んこうポンプでいあのポリタンクに圧力かけて手でプシュプシュやって圧力かけて水出すやつ。うん。